合成洗剤とその石鹸、はい、違いこの違いっていうのをちょっと分かる範囲で私たち素人に分かるようにちょっと教えていただけますか、はい、あのまず石鹸っていつからあるのかっていう部分になるんですけど、はい、石鹸の起源ですね、はい、これあの実は今から5000年前、1万年前からあるというふうに言われてるんですね。年前はい、で、えー、石鹸の原料って今も油を使うんですけれども、はい、<coughs> 大昔こう動物を捕まえて殺して、はいはい、で焼いて食べる。 で動物が焼くと油が滴れ落ちますけれどもこの滴れ落ちた油と燃やす時に使ったあの木の灰、はい、この灰というのがアルカリ性なんですけども、はい、この油滴れ落ちる油と灰が混ざって石鹸のようなものができたというのが始まりと言われてまして、はいね、紀元前3000年今から5000年前のシュメール地方の年度前にはそういういのを後もしっかりと記載されていると。はい、すごい長いい長歴史があって、はい、そうううふうに 長年我々人類に使われてきて肌に対する安全性というのも実証されてますしえそのような自然発生的にできたものなので例えば川に流れてもえまあ1日程度あれば成分え生物にリサイクルされて環境を汚さないと肌に優しくて環境に優しいこれがまず石鹸の持つ一番の特徴なんですね。 まあ動物の油であったりヤシの油であったりオリーブとか米ぬかとかいろんな油ありますけどもその油とアルカリを混ぜて石鹸というのは作られているんですねなので分解も早いですしで洗浄力自体はしっかりとあるんですけども肌の中までなかなかこう浸透していかないので安心して使っていただけるで川に流れても微生物や魚の餌になって循環されるんですねで一方のの合成洗剤というのは 第一次大戦の時に、ドイツで、その油は食用に回すということで、石油で代替品が作れないかというのでで研究されたんすね動物性の油じゃなくて、いわゆる鉱物としての油で、石油で代替品が作れないかというので研究されまして、第二次大戦中にアメリカで工業化、いわゆる大量生産に成功しまして、日本に入ってきたのが戦後なんですね。 でですのでまだ合成洗剤の歴史というのは60年程度の歴史しかないとなるほどでその60年の間に環境というのはすごく汚染されて、うん、で肌今アトピーアレルギーで悩む方というのも非常に増えてきている、うん、というのもまず合成洗剤の一つが分解性が悪いあまり良くない実験ではあるんですけれども、はい、水槽の中に魚を入れて、はいえー、台所用の洗剤でも一般的なシャンプーでもいいんですけど、はい、ちょっと入れるとのたうち回って魚は死んでしまったりするんですね。えー でその部分を石鹸でやっても、えー、白く濁りはしますけれども、はい、その濁った分も魚が餌として食べたりとか石鹸は魚が食べれるんですかそうですね<ー>あまりに高濃度になればもちろん石鹸でも有害にはなりますけれども、はい、通常流れる程度もしくは普通に石鹸をポンと入れたぐらいでは、はいえー、微生物にリサイクルされますねなるほどで合成洗剤はそういう魚のエラを壊したりですね、はいはい、で微生物を破壊させたり えー、環境をきれいにしてくれているのは微生物、汚れを分解してくれているその微生物をも殺してしまう、でさらに、えー、長期間分解されずに、はい、よく、あのー、環境映像、資料映像の中で、はい、小川が泡だったりしてるのが、鹸だとでだと、ね、薄まった時点でもその力がなくなるので泡だったりすることはないんですけれども、環境中に流れてるとです、ね、いうん、一方の合成洗剤はこう例えば一滴でお皿こんなに洗えるっていう CM があるじゃないですか。はいはい であの一滴で便利は便利なんでしょうけども、はい、あの一滴がどこまで流れて薄まってもずっとそのいわゆる海面活性能力というのは失われずに環境を汚していってしまったりで肌の中にもし染み込んでいってしまってで肌荒れアレルギーそういったものを引き起こすきっかけになってしまうとやはりもう環境側面と肌への側面この2つが大きく石鹸と合成洗剤の違いですね。 よく落分解されないしそうです、ね、たった一滴でもそれがずっと影響を持ち続けてしまうと、はい、そうですね、はい、あの強さ単純に瞬発力の強さであれば、はい、石鹸も同等レベルあるんですね、はいはい、それが持続石鹸というのは例えば体を洗っている最中に、はいはい、途中で泡が消えたなっていうことうあ,り、ね、ありますよねあれ石鹸だから起こり得るってことなんですけども。はい 石鹸ってこう汚れの量に合わせて石鹸の量を変えないといけないんですね。<ー>汚れを落としたりすると汚れを落としたり薄まったりすると、はいはい、石鹸が持つ力というのはなくなっ,っていまんですね。なので汗ホコリその他もろもろ汚れが多い時は石鹸の量も増やしてで例えば一回洗った後にもう一回洗うとすると、はい、すごい少ない量で済むんですね。なでなのでまあ 汚れを落としたらもう力がなくなるので肌の中に染み込まなかったり環境に流れても魚は微生物に染み込まないので殺さないとあるんですが合成洗剤は化学式からも強固な組織でできてますので崩れないんですよねずっとその染み込む力が残っているので肌の中にもずっと染み込んでいってしまったりと流れても泡が消えなかったりその持続力の強さという部分が。 その合成洗剤の有害性をさらに増長してますし、うん、単純にその洗剤成分だけでなくて、他のその他の添加物だなんでもいっぱい入っているものが、合成洗剤と一緒にあるがゆえに、また相乗効果で悪くなったりと、うん、そういう部分が大きく違いますねあ,いやありがとうございます、よくわかりました、な、えー、なるほどその持続性なんですねそうですね。 特にあのその一滴で落ちるというのは非常によく分かりやすい、はいはい、確かに利便性だけを追求すれば合成洗剤というのは非常に優れている価格も安くできますし、はいはい、ただやはり安心安全というものを考えた時にましてや自分で選択肢のないお子様、赤ちゃんそういった方には少なくても安全なものを使って差し上げてほしいなと思います。ね。はいはい